皆さんこんにちは。今日はそろばんの割り算第4回で削九と奇一の手順を取り上げます。最初の問題、441割る49を始めます。ここに削九の4のところにマークがついています。進むを押しますと、マイナスのところにマークがついています。さらに進むを押しますと、ひし形のマークがついてて、計算が完了しました。もう一つの問題を取り上げましょう。304÷38。これを始めます。今度は、さっきの3にマークがついてます。進むを押しますと、奇一加三のところにマークがついています。さらに進むを押しますと、マイナスのところにマークがついています。さらに進むを押しますと、ひし形のマークがついて計算完了です。次の問題、1482÷19。これを始めます。さっきの1にマークがついています。進むをしますと、奇1加1ところにマークがついています。進むをしますと、さらに奇1加1にマークがついています。進むを押しますと、マイナスのところにマークがついています。さらに進むを押しますと、さっきの1のところにマークがついていて、進むを押すと奇1加1に変わって、進むを押しますと、マイナスのところにマークがついていて、進むを打ちますと、ひし形のマークがついてて、計算完了です。これをオンラインのそろばんでやってみましょう。オンラインのそろばんをクリックします。最初の問題、441を49で割る問題です。44と49を比べると、10位の数は同じですが、44の方が小さいので、削九の4を適用します。計算桁を9にし、下の桁に4を加えます。次、上の桁の数9と1位の数9をかけた値を81から引きます。これで計算完了です。次の問題、304を38で割る問題。30と38を比べると、10位の数は同じですが、30の方が小さいので、さっきの3を適用します。計算桁を9に変え、下の桁に3を加えます。次に、引き算をするところですが、34は小さすぎて引き算が成立しないので、上の桁から1を引き、計算桁に3を加えます。これを奇1加3と言ってます。次に、この8と1位の数8をかけた値を64から引きます。これで計算完了です。次の問題に行ってみましょう。1482、これを19で割る問題です。
14と18は10位の数が同じで、14は19よりも小さいので、早急の位置を適用して、計算桁を9に変え、下の桁に1を加えます。次に、引き算をするところですが、58は小さすぎて、引き算が成立しないので、上の桁から1を引いて、計算桁に1を加えます。これを奇1、下1と言っています。68になりましたが、それでも引き算が成立しないので、奇1、下1をもう一度行います。そうすると、引き算が可能になります。7と9をかけて、その値を78から引きます。15が残りましたが、15と19を比べると、10位の数が同じで、15は19よりも小さいので、さっきの1を適用して、ここに1を加えます。次に引き算をするところですが、62は引き算ができないので、上の桁から1を下ろし、計算桁に1を加えます。次に、この8と、助数の1の数9とかけた値を、ここから引きます。これで計算が完了しました。今回はこれで終わります。